皆さん晩はなのかです。今回もインスクライプションの続きをやっていきたいと思います。前回、最後にね、やられてしまって、一つ目の神のカードを作成して、まあ終わったところになりますね。今回もまた新要素がどんどん増えていくと思うので、一つずつ覚えていきましょうか。それではやっていきましょう。はい。君のフィギュアを忘れていた。立って私のために取ってきてくれないか？しゃあねえな。金庫の横にある。ちょっとね、今回は部屋のね、いろいろいじっていこうかなと思うんですが、とりあえず、これですかね。これ？他にもいろいろあるけど。あれだね、なんか民族風のフィギュアみたいな。お。なるほど。金庫。でも番号がわからないね。あ、ごめんね、間違えた。これか。これは？リスト鎖蛇が載っていますが、特に触れるようなものはないですね。これは？おう。めっちゃ回る。あ、下、何が映ってんのかなと思ったらフィギュアが映ってんのか、これ。謎の檻の狼がいたり。いろいろあるけど、今のところは何も触れない感じがいたしますね。そこに置けるんだ。こっちも行けないと。多分最後、写真撮影をした場所は多分この部屋だと思うんですよね。謎解きの方はできないのかな？今のところはね。残念ですね。ん？びっくりした。あ、これ本か。マイティリーフとか、うん、二股三股とか、氷時計。新しいね。この印を持つカードが死ぬと中で凍っている生物がその場所に放たれる。へえ、そういうのもあるんだね。なるほど、なるほど。ここで、ルールの説明も見ることができるみたいですね。それでは、続きをやっていきましょう。これが私のカードみたいですね。来よう。コヨーってさ、骨4つなのに相手バン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 出してくるからさ、でこいよね。ゴキブリだ。殺すことのできないゴキブリだ。死ぬと手札に戻る。へえ、面白いね。この不死のカードの効果、ちょっと欲しくないですか？なので、今回ゴキブリを選んでみようか。ああ、いつでも立ち上がってもいいぞ。ああ。血流を維持するためにな。私は暴君ではない。マップが開かれているならいつでも立ち上がってよい。そうしている間、次に起こる出来事をどうするか考えられる。ゲームマスターとして考えることができるよね。しかし私の持ち物には手を出さないでくれ。いじりたい。いじりたいけど、何もできない。戻るか。さあ、カバンを見てみよう。黒ヤギ。それは血を3個差し出す鳴き声さえ我慢すればな。なんか悪魔の印みたいなついてるけど、黒ヤギもらっていこうかだったら。まあ、黒ヤギ？アイテムは大事ですからね。前回分かったけど。
あいつは普段骨のことを説明することだな。ヒントを教えてやる。僕は見たんだ。過去の犠牲者がルールブックにコードを書いていたの。なるほどね。後でルールブックの方見ていきましょう。じゃあ、敵のカードはスズメ、スズメということで、スズメの前に何を出しても飛行で攻撃されないので、まあ、お古城出して、僕を生かし続けてくれ。難しい話ですね。さあ、これで終わりましょう。1ダメージを与える。うん。はい、敵は続けては何も出してこない。つまり、スズメを完封できれば勝ちそうですね。どうしよっかな。ウシガエル出しちゃって良さそう。うん。で、OK かな。痛い。で、ここで黒焼きを使っていきましょう。ここに出して、黒ヤギを生贄に狼を召喚。あんまり召喚する必要はないっちゃないんですけど、うん。これで、敵は全滅。結果が見えてきたな。攻撃させてよ。私の降参を受け入れてくれるか？いいですよ。それとも時間をかけてこの試合を終わらせるかだが。まあ、サレンダーを受け取りましょう。こういう勝ち方もあるんですね。面白い。じゃあ、ちょっとルールブックを拝見しましょう。あ、ほんとだ。マイティリープのとこに273って書いてある。金庫の番号ですね。じゃあ、ちょっと金庫見せてもらってもいいですか？はい、237。あり？あれ273だった？ここでバカを晒し出していく。あれ？おかしいなあ。なんだろう、カードですね。カメムシ、あら、こんにちは。あの鉄の墓から一緒抜けないだろうってやって。あの P、おこじょはいるの？拒ま、何？あの狂気を終わらせないと。それは放っておけ。鍵もらった。じゃ、なんかカメムシも喋ったね。鍵はここしかなさそうなので、ここ開いてみましょう。今日どっちかっていうと、こう、パズルを解いていく時間にしてみようかな。ああ、これ、詰みってなんだ？詰将棋みたいな感じですね。なんとかこう、一旦で突破できたらいいっていう感じかな。オッケー。トカゲ。このカードが置かれていたのを忘れていたな。まあ、君のデッキへ加えても良い。加えて、時折だが君に追加カードを与えてやろう。面白い。尻尾切りだ。こっちもできるかな？うん。まあ。あったあった。尻尾切り。この印を持つカードが攻撃を受けると、その場所に尻尾が1枚生み出されて、この印を持つカードは右に移動する。難しいな。これでいけるのか。これだったら1回の攻撃で、相手がいない場所を合わせると5ダメージになる。OK。そのアリもとても強力な生物だ。よし、それを君のデッキに加え、今後の挑戦者も利用できるようにしよう。アリ類のカードが増えたって感じ。どんどん増えていくね。面白いですね。
こうやってこう、強力なカードを手に入れられるので、全然いいね。この印が示す価値は、盤上で、所有者サイドにあるアリの数に一致する。なるほど。つまり？え？ あれ？興味深い。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで勝ったの、これ。考えよう。ここで2ダメージ与えれてで、アリの数が、同じ位置にあるため、つまり3枚。だから攻撃力が3になって攻撃、合計5ダメージってことか。なるほどね。次。出た。ハリゲと二股攻撃のやつですね。わかんねえよ。そう、待って。なんでクリアした？これ。ちょっと待って。ここの、カードが両方に攻撃して、ここのカードが1枚まっすぐ攻撃するから勝利みたいな感じなのかな。でも、これだと3になる理由がわかんない。なんでだ？これだと開くんだよね。ちょっとわかんないな。これは？彼女に会わなければこの木彫りに何の意味もない。いずれこのトーテムが持つ力を君は知るだろう。なんか一通り解いた感じはしますね。じゃあまあ戻っていきましょうか。まあ長々とやってまいりましたが。ネッコ、エルク。あ、出た、菅原道真。はい、菅原道真でいいでしょう、これは。さあ、神のカード、1枚目の神のカードが手札に、やってまいりましたが。ハサミもゲットして、次の、対戦までに、謎のトラバサミがありますが、はい。カメムシ、またお前か。友達に解放してもらったわ。実のところ僕が解放する方法を教えただけど何か案ある？私たちに新しい友達がいるわ。そんなマサ、でも多分、今回はやばい状況にいる。全くもって状況を読み込めませんがね。カメムシ、コストは骨2つ、女王アリ。これは？アントスポナー。この印を持つカードを出すとアリが1枚手札に、生み出される。なるほど。で、敵のカードはコヨーテとコヨーテ。はい、コヨーテとコヨーテ。コヨーテはなんだかんだ、おこじょくんが頑張れば倒してくれる。本当にいいの？頑張ってもらいましょう。はい。ですね。ここで、まあ、女王割り出すかな。そうですね。女王アリを出してみましょう。そう、出すには黒ヤギを使うってこと頭の中で考えてたんだけど。で、まあ女王アリを出していくと。数は正義、アリの信念だな。さっきアリマークだったのが1に変わってますね。場のアリの数に合わせてっていう感じでしょうか。で、カメムシも出すことができるね。戻ってきたわ。悪臭。この印を持つカードに対峙する生物は攻撃力を1を失う。
なかなかに強いカードじゃないでしょうか。これで攻撃をしていきましょう。おこじょくんには悪いけど。ここでリスを出して攻撃力が2になったと。これでまあ倒すことができるね。 OK。 さあ次の場所ですね。このトラバサミは何でしょう。自分の得た皮を売ろうとする罠漁師により君は歩みを止めた。彼の格好には何か異様な雰囲気はあるが、すぐに君の注目は彼の品物に行ってしまった。お、ちゃんと被ってくれるんだ。俺の皮を見てくれるか。皮一つやろう、無料だ。ありがとうございます。質がいいのがわかるだろう。そうですね。オーバーキルをすると、歯がもらえる。余分に歯がもらえる。というルールになっておりまして、さっき、オーバーキルで3ダメージくれたので、3コインもらっているんですが、1回目のサレンダー受け取らなかったらもうちょっともらえたかもしれないね。うん。うさぎの皮もう1枚買っておきましょうか。うん。まあ、こんなとこでしょう。どうやったら終わる？もう行くよ。頼むから俺の皮を見てくれ。ありがとうございます。どうもありがとうな。皮にかなりの値打ちがあると男は自信を持って言った。その皮は戦闘では役に立たなさそうに見える。デッキにやっぱ入ってくるんだ。しかしこの道を進んだ先にいる商人なら買い取ってくれるはずだ。と彼は告げてくれた。なるほど。さて、ここはまあアイテム行くとして、ゴキブリのカードの効果を何かに付与させたい。選ぶのはあなたよということで、ゴキブリのカード、もう一度見ると、死ぬとコピーが生み出される。かなり強力ですね。僕が行くよ。素晴らしい。まあ、と言っておりますが、そうですね。コピーか。菅原さんにもあったら嬉しいんですよね。さあ、菅原の道真が、死ななくなった。さあ、人外へとどんどん道を進んでおりますが。あ、菅原さん来た。敵はスズメとスズメ。なるほど。一旦目は、こう何か出しちゃうと、その、奥にもう一体何か出される場合が多いので、とりあえず、おこじょくんには頑張ってもらいましょう。でも避けてきたね。コウモリか。まあ、菅原さん出すか。残り6ダメージ。ここで、リスト。はい。菅原さん出して、攻撃。で、カードを引いて、ここで菅原さんが攻撃できるので、どんどん攻撃しちゃう。で、もう一枚引いて。はい。
なんで菅原さんこんなに攻撃力上がってんだろう。なんでだろうね。まあ、これで勝つよね。うん。OK、強力な一撃。神の一撃。この戦闘に勝利と。